昨日さ、24時の配信お休みしたじゃないですか。実は、かなたんたちと会ってた。ごめんね。いや、違うの。赤先輩誕生日の、その、とつまちでさ、団長、マリンと行ったんだけど、その前に、ふぶき先輩とかさ、なんかさ、ねるしやーとかさ、かなたんとかなんか、その、とわさまもいたんかな？なんかすごい、いっぱいなんかやってたじゃん。羨ましくなっちゃって。団長も会いたい、会いたいなって思っちゃってさ、タコパはしてないんだけど、その深夜に配信前だから22時ぐらいかな、そのトツを見ていいなって思って、22時ぐらいにかなたんに、あ、そ、かなたん今そう盛り上がってるみたいだけど解散しちゃったみたいな。団長も行きたいっていきなり言えないから、トークデッキを考えてね、解散しちゃいましたとか、いやもうなんか、え、団長、え、今来るんすかみたいな、え、もう遅いっすよみたいな空気になったら嫌だから、とりあえず断られても大丈夫なようにまずトークデッキを組む。団長今第二のノエスタが、まあ、審査落ちたんだけど、でも新たにまた審査してて、そこがね、かなたんとかね、国会長とかに近くなんだよ、近くだから、いやそれにしようと思って、その話題で行こうと思って、実は前に行ってたところ審査落ちちゃって、でも近くにしようと思って、今審査待ちなんだよっていう話をまずトークデッキにして、かなたに話したいことがあるんだって言って、ちなみに解散したみたいな、しらじらしく解散したみたいな感じ聞いて、したら返事来なくて1時間、こりゃあれかなみたいなさ、もしかしてすげえ盛り上がってて水をさしてお山かなって思ったら、かなたんから23時半ぐらいかな、1時間ぐらい、1時間ぐらいに、え、団長みたいな、解散してないですよみたいな感じで来て、本当に解散してないんだみたいな、かなたんお疲れ様、今ワイワイしてるところごめん、楽しい雰囲気を感じてディスコ送ってしまった、もう解散しちゃうとかさ、で今審査待ちなんだけど、もしかしたら近くに引っ越すかもみたいなさ、まだ解散してないですって1時間後に来て、あ、そうなんだ、今ノエスタだから行きたいと思ったけど、さすがに急すぎる、アンドみんなもう夜遅くで解散すると思うから今度行きたいなって言ったら、まだ大丈夫だよ、あ、でも急すぎて団長がしんどいですかねみたいな来て、いやしんどくないがみたいな、団長しんどくないけどみたいに言って、団長しんどくない行くみたいな感じで言った。あんなさ、アクア先輩の誕生日のさ、トツの時に、団長じゃないけどね、ノエル・デラックスさんがさ、なんか、あんた友達が増えたわね、みたいなムーブで言ったのに、そのさ、かくいう団長もそんな変わらんぞと思って、それ楽しかったですか？うん、楽しかった。ただね、ちょうど、ルシアはタコパいたみたいなんだけど、団長はね、ルシアに会ってないんだよ。ちょうど入れ違いというか、ルシアには会えんかったけど、会えましたぞ。楽しかったなぁ。いろいろお話ししたね。なんかいろいろ話したし、なんかアドレナリンっていうかさ、楽しすぎて。肝心なこと。ごめん、だから配信よりも楽しい雰囲気を優先してしまって、団長ずるいのが24時に配信あんじゃん。だから万が一、行けなかった時というか、そういう流れじゃなかった時のために一応ギリギリまで、いや、みんなを保険に使っちまったよ、団長なんて最悪の、最低だよみんなを。でも楽しかった、もっと身近に住みたいなって思った。まあ、今も近いんだけどね、今もそうやって、え、行く行くって言って深夜のさ0時過ぎに行けるような距離ではあるんだけど、そうなんです、そんな感じでした。かなたんとは実は前々からご飯行きたいねみたいな話してたんだよ。で、かなたんも前誘ってくれてて、で、その時が足を事故る確か前日だったと思うんだけど、そう、ご飯行きませんかみたいな、もしあのノエスタだったら今からご飯行きませんって誘えてたんだけど、ちょうど団長ね、テントだったんだよその日が。ごめん、もうテントだから、あの、めっちゃ遠いからみたいな、また今度ノエスタいる時にみたいな言ってて、で、足を怪我し、なかなかねそういう機会がなかったから、ちょ、ついつい飛び出してしまったな。こんなん全然なくてさ、友達のお家にこうパーンって行ったりとか、ほんと新鮮な感じだったね。